よくぞ来た。これを授けよう。これを授けよう。ではな。こんにちは。お手紙が届いていますよ。それではまた。何をお望みかしら。ご用はないかしら。よし、私の出番ね。ご用はないかしら。ご用はないかしら。あら、どうしたの。また寄ってね。そう、サントハイムからいらしたの。はい。でも、お手紙が届いていますよ。お荷物もあるみたいですよ。それではまた。よし、作戦通りに。あれれ、みんな動きなくそうだね。
よく聞いてくれ。勇者の上は人だけでなく魔物も。やった！あ、そっか、動きづらいのは魔物も同じってことね。二人ともいい読みじゃな。みんな龍砂の動きに注意して戦うのだぞ。ダイヤモンドランボ。龍砂の上は普通に歩ける靴があれば作戦の幅が広がるんだから。確かにそんな発明品があったら便利ね。時間ができたら考えてみようかしら。え、本当にできるかもしれないの？すごーい。さすがは研究所の所長さんね。スーパーラス。なるほどな。浮遊する魔物は勇者の影響を受けない分素早く進んでくれば。私も高く浮遊できれば。いや、やっぱり高いところに。そろそろ町の外の魔物も打ち止めか。最後まで気を抜かずに戦い抜くのじゃ。とどめを刺してやるわ。勝つためには頭を使わないとな。